第二代ウスター公爵エドワード・サマセットは、新京都革命から王政復古期のイングランドの貴族、軍人。初代ウスター公爵ヘンリー・サマセットとアン夫妻の、長男。父と共に内戦で、王党派に属して、チャールズ一世を財政支援、国王に気に入られて長身に取り立てられ、グラモーガン伯爵及び、暴法と男爵に助爵された。またウェールズ・アイルランドで挙兵。 軍事支援計画を描き、実現に向けて邁進したが、いずれも達成不可能となり、最終的に失敗した。1602年、または1603年に誕生。ウェールズ南東部モンマスシャーのラグラン城で、カトリック教徒に育てられた。1628年、父が、ウスター白衣を継承するとともに、ラグランのハーバート教と称された。発明教で、 水力に関する構想があったという。1642年から第一次、イングランド内戦が始まると、王党派として、チャールズ一世支援に動き、10万ポンドの資金を提供、援軍も王に提供しようと、南ウェールズで挙兵、1643年3月グロスタシャーへ向かった。しかし、ここを守る、議会派の武将、ウィリアム・ウォラーの反撃に相配送。 多くの兵と武器、弾薬を失ってしまった。また、軍の徴収で父に無断で財産を浪費したため、父と衝突することもあった。やがてウェールズから離れてアイルランドとの交渉を考え始め、1644年にチャールズ1世に交渉を提案、アイルランドから1万人もの援軍を提供してもらうため自分を交渉役に任命してほしいと申し出た。合わせて、 自家の領土からも1万人徴兵、海外のカトリック諸国からも資金援助を取り付け、イングランドを制圧する壮大な計画を述べた。自分がカトリック教徒で再婚相手がアイルランド貴族の娘であることを当てにした提案だったが、実現性が薄く現実を考えていない幻想に過ぎなかった。にもかかわらず、チャールズ一世はこの提案に乗り気になり、ハーバート教を 国費の手続きで、グラモーガン博に助釈した上4月に、アイルランド軍1万人を指揮する委任状を渡し、グラモーガン博の息子ヘンリーサマセットとチャールズ1世の娘、エリザベスの結婚の約束まで交わされた。極めつけは5月、グラモーガン博が交渉の見返りとして、前もってサマセット校に助釈されたことだった。注目されてはいけないため、グラモーガン博助釈の時と、 同じく極秘にされたが、チャールズ一世は、気が変わりアイルランドカトリック同盟との交渉は、アイルランド総督のオーモンド公ジェームズ・バトラーに任せた。しかし、進展しない状況に、チャールズ一世は、年末に、グラモーガン博派遣を決め、交渉の障害となっていたカトリック刑罰法の執行停止を了承して、アイルランド同盟と合意することを決め、グラモーガン博が、 オーモンド港と協力して交渉を進めることを期待した。1645年1月に改めて委任状を受け取ったグラモーガン博は3月に必要があればオーモンド港に代わって交渉する権限も与えられカーナーボンからアイルランドへ向けて出港した。ところが船が嵐で難破したため到着が遅れ、7月にアイルランドのダブリンに到着、オーモンド港と面会した。 グラモーガン博は8月末にオーモンド港に無断でアイルランド同盟と秘密協定を結びカトリック信仰を認める代わりに兵士1万人をイングランドへ派遣する条件が約束された。だが11月にローマ教皇インロケンティウス10世の特使ジョバンニバティスタ・リヌチーニがアイルランドに到着すると状況が一変。 秘密協定もオーモンド港とアイルランド同盟の交渉も認めないリヌチーニが介入しアイルランドは混乱。1646年1月に秘密協定の総港がイングランド議会に渡りチャールズ一世がアイルランドと結ぶことが露見した。グラモーガン博は態度を変えて秘密協定を非難したチャールズ一世から切り捨てられダブリンで オーモンド公に正当な権限もなく行動したことを理由に逮捕された。国王の加担については沈黙。交渉で危機に立たされた国王の名誉を守りたい。オーモンド公の配慮で釈放されたが、リヌチーニが交渉破棄をアイルランド同盟に働きかけたため、アイルランドからチャールズ一世に援軍を送る計画は破綻してしまった。サマセット公女釈もチャールズ一世に否定され、 フランスへ亡命した。同年末に死亡した父のウスター公を継承した。1649年に追放に称され、1653年に共和国となったイングランドへ帰国したところを発見され、大虐罪でロンドン島へ投獄されたが、翌1654年に釈放された。それからは高学に興味を示し発明に熱中していたが、 1660年の王政復古に、最終サマセット行為継承を、チャールズ2世に願い出るも却下され、グラモーガン白衣も、書類不備を理由に認められなかった。7年後の1667年に死去、長男ヘンリーに、ウスター行為が継承されたが、ヘンリーは1682年に、チャールズ2世から、暴法と公爵にも除釈されることになる。1628年、 カーナーボン伯爵ロバート・ドーマーの姉妹エリザベスと結婚一男二女を設けた。エリザベスの死後1639年に第五代トモンド伯爵ヘンリー・オブライエンの娘マーガレットと再婚したが彼女が産んだ一女メアリーは溶接した。ABC ガーディナー P314 ウェッチウッド P121P325 ウェッチウッド P95 P178P179P204 ガーディナー P314P315 ウェッジウッド P273P274P324P325 ガーディナー P315P321P333 若原 P391 ウェッジウッド P382P477 p492 ガーディナー p321 p323 p330 p340 p353 p358 abdictionary of national biography article under s o m e r s e t edward 若原 p391 p392 wedge ウ,ウッド p543 p545 p55 p559 P565 エドワード・サマーセットセカンドマルキス・オブ・ウースターウースターエソ・スチーム・エンジン2010年8月25日閲覧森 P88 ありがとうございます